新木場の方にあるワカスキャンプ場というところに来ています。ポートブリッジワカス港サービスセンターとかありますね。中はこんな感じで、ここら辺がキャンプのエリアですね。ワカスキャンプ場はこちらって書いてます。ワカスアウトドアセンター、これ一応お店5時までなんだけど、はい、一応手ぶらで、はい、いろんなプランがあるんですね。そう、なんかここでいろんなものが売ってる、食べ物も売ってるし、はい、まあ見てわかると思うけど薪も売ってるし、はいはい、ここでキャンプするさ全部揃うと。でちなみにキャンプセットとか、はい、ああレンタルできるし、ね、そういうのも普通なので、めちゃめちゃ良くない？何も持ってこなくても最悪いける。なんかハーレーダビッドソンとコラボしてる。本当だ、すごいね。ハーレーダビッドソン東久留米店コラボ、ノベルティと木材のだから薪を入れる袋、ボールペン、普通に薪だけも売ってるって感じ、うん、いいよね。自販機ある。あ、自販機もある。自販機ある。めちゃいいじゃん雰囲気。これってあれじゃない？あの静電灯チっぽいよね。なんかでも Z ログって書いてますね。スタイリッシュな形でインスタ映え、調理もできる。やっぱ同じじゃない？同じような感じ。うん。あ、すみません。あ、そう。あ、これ違うじゃん。これ違いました。これはさ、これもう一回言っていい？はい。木の節で。木の節ですね。うん、この下に何か穴が開いてて、そこからここに。あ、開いてんだ。あ、開いてる開いてる。あ、本当だ。つながってるっぽい。あ、いいね。だからそこで空気を入れて、でここに着火剤入れて使うのかな。うん、ファイアアウト安いよね。初心者さんに安心。めっちゃいいじゃん。あ、これいいね。安いわ。ちょっとね、あの火起こしするときにこれいいかもしれない。うん、これめっちゃいいじゃん。ポップコーン。あ、これね。ポップコーンは330円か。そしてそこからちょっと今気になってるのをちょっと紹介したいと思います。めちゃくちゃ紹介した。ここに冷凍食材めちゃくちゃいっぱいある。なんかね、ここでブログで見たんだけど、うん、チキンのスモークチキンとかジャークチキンみたいなのがあるよ。ジャークチキンあります。これがうまいっていうのと、あとスモークチキンも売ってたらしい。でもなんかちょっと本当に洋風なバーベキューって感じだね。ここあるとこはバゲット、バゲット、あ、パンも売ってるの。あ、お米、これめっちゃ良く、無洗米ですよ。お、いい無洗米。1号でしょ、うん、1号でさ、ほら食べたいじゃん。あのよくさ、キャンプ行った時にさ、あ、お米買い忘れたね、じゃあお米買うって言ったら1キロでさ、1000円で買うじゃん。そうなんですよ。これ良くない？1号であんま売ってないんですよね。うん、地球に優しいキャンプ飯だって。無洗米だしね。あ、これめっちゃいいじゃん。え、なんなら俺今日買って帰りたいぐらいなので。1号で売ってる。ちょうどいいね、うん、めちゃめちゃいいじゃん。しかもカレーとかアヒージョ、アヒージョ、あ、調味料もめちゃめちゃ売ってるじゃん。これがいいっす。お、マスタードってんじゃん。あ、ほんとだ。チャムスのバーベキューソースもあるし。あ、ほんまや。結構揃えてんね、結構ありますね。うん、缶詰もすごいあるし。リゾットの牛タンとかもあるし。あ、ほんとだ。めちゃめちゃいい。香りラーメンもあるし。辛さは。これちょっと食ってみたい。気になる。この辺の缶詰は持ってくるとか買ってくるってことを考えたら全然、うん、値段的には安い。だいたいスーパーとかで160円とか180円で売ってるから、まあ安いところで100円で売ってるけど、これ全然いい値段じゃないですか。めちゃめちゃいいじゃん。この辺とかの冷凍食品は俺値段相応だと思う。めちゃめちゃいい。後ろもまたいいとこがいっぱいありますか。後ろカップ麺やば、めちゃめちゃ後ろあるやん。お菓子とかの、え、カップ麺から普通に良心的なんじゃない？ちょっとぼやけちゃったけど。230円、安っ。あ、スープとかも売ってる。スープとかクラムチャウダー。あ、めちゃめちゃいいじゃんこれ。だから冬とかいいよね、最高だよね。これで多分さ、牛乳とか入れて4人とかで持つじゃん。めちゃめちゃ安くね。この缶も映えますよね。映える。めっちゃいい。めちゃめちゃいい。こんなに揃ってるのちゃんと。すごいね、ここ。マシュマロ。マシュマロ焼けるし、あ、マシュマロ焼けますね。スナック菓子、スナック菓子やん。そんな、いや、なんか165円、普通だよね。スーパーで普通になんだよ今度さ。たださ、俺ちょっとしょっぱいのばっかじゃん、は
甘いのなんかないかなって、甘いの食いたくてさ。そんな方にこちらです。いや、なんかもう冷たいのも食べたいな。冷たいの、冷たいのないの？どこにあんの？こっちにあります。どっち？こっちです。こっち？こっちです。どこにあります？どこ？アイス各種全品やばい。安い。スイカバーもありますし。え？スイカバーちょっと。うまや。モナカとか。うまや。ファンタアイス。え、これ買ってこう後で。今日暑いもんね。最高じゃん。これ値段安くない？これ安いっすよ、ね、176円。そこら辺のスーパー比べたら全然、うん、全然安い。あ、てか今外しちゃった、うん、お酒売ってるやん。お酒もちゃんとあります。めっちゃいいじゃん。ビールもあって。あ、ね、ノンアルコールもありますし、うん、で、なんかレモンドとかちょっと最近話題のやつもあって。ね、蜂蜜レモン売ってる？蜂蜜レモンあります。でもおこれね、俺ビビったの。蜂蜜レモンも飲んでみたんだけど、美味しいですか？ほんと美味しい。レモンより、俺はね、はい、鬼レモンより蜂蜜レモンめちゃめちゃうまい。美味しい。これいいな。値段的に子供が遊ぶシャボン玉とか。シャボン玉？これ何て書いてある？千連発シャボン玉。千連発で363円より安いんじゃない？安いです、ね、多分1000円。ちっちゃい焚き火台とかね。あ、本当にキャンプ店じゃん、はい、お店じゃん。ちゃんと外のやつ。あ、本当だ。あ、ユニフレーム。これガス売ってんじゃん。ガスもオーディー缶、シーリン缶両方売ってます、ね、あ、めちゃめちゃいいじゃん。で、まあ、ペグ忘れたって人はペグもありますし。あ、本当だ。軍手、電池。軍手めっちゃ良心的な値段、うん、100円ですか。安っ。めちゃいいじゃん。100円ですか。ね、あ、ゴミ袋もね、大事だね。で、雨降ってると。あ、いいじゃん。そしたら何？もう燻製チップ。あ、燻製チップ。ここでかいのも燻製チップなの。ウェーバーの。あ、でもまあ燻製っぽいね。でかいやつでしょ、ウェーバーって。うん、あ、でも安い。良くないこれ。外の商品でこれ多分定価じゃない？ほとんど。そうですよね。うん。これも最初ちょうどいいですよ。いい。シビカン岩谷外があります。いいね。あ、カトリ線香あります。あ、すね。あと洗剤もあるじゃん。これあれかな、なんかあれじゃん、なんか一応他の人のネット見たけどさ、シャワー室みたいなのあるって。ああ、そこシャワー室使えるんじゃない？これ。そうですね。めちゃめちゃいいじゃんね。塩気系とか紙皿とか。あ、シェアカップ持ってこなかったっていう人、そうです、紙皿いいね。めちゃめちゃいい。普段キャンプ行かないとシェアカップ持ってないですもんね。そう、乾物もありますよ。おつまみ完璧じゃね。アウトドアセンターっていう名は本当に名ばかりじゃないね。ジップロックも売ってるやん。ジップロック、あ、これ便利ね。なんかマスターね、唐揚げとかね。僕らキャンパーって結構使ったりするもんね。あの、かさばなくていいよね。はい、めちゃめちゃいい。こういうのも売ってるよ。最高。全部欲しいものが全部揃ってる。じゃあ僕ここで氷とこうアイスも食べたいな。僕らは先に来たからさ、僕らだけ食べないアイス。溶けちゃうじゃん、他の人。裏切っちゃう。裏切ってないよ。食べたい人は来ればいいの。そうですね。うん、僕ね、もうジャンボモナカが食べたい。チョコなありとなしと。チョコありで。チョコありで。チョコありで。僕もちょっとチョコありでちょっと行かせていただこうか。行かせていただきましょう。あと氷と、氷と、トリコも。お酒僕も持ってきます。お酒なんかあのカゴとかないんですかね、ここ。カゴ、もしかしてカゴはないとかそういうことある？カゴもある。カゴもある。スーパーや。スーパーじゃん。まあ、あのスーパー、スーパーだね。スーパーっぽいカゴ。うん、お酒何か？お酒はですね、ビールを2本ぐらいまずチョイスしたい。蜂蜜レモン。いや、それも頼みます。あ、これスライドです。ビーン。ちょっと今横に上げようと思った。この朝日がいいですね。朝日2本、5時までやってるから、ね、まだ来れるよね。で、今度左側はちみつレモン2つ。2つ、はい。あといいかな。あと大丈夫。うん、お水とかあるから。じゃあこれでちょっとお会計してみたいんで。あ、そう、コリコリコリ。じゃあさ、ちょっと食べ物を買いたくない？1個ぐらい。あと何がいいかな。何がいいと思います、皆さん。あ、粗挽きフランクもなんかこう作っていいね。これか、ジャークチキン。粗挽きフランク、これとこれだね。粗挽きフランク、これとりあえずこれ買っとく。これとりあえずこれ、うん、ね、おつまみにいいんじゃないですか。じゃこれで、はい、それで一回お会計しましょう。
店員さんちょっと聞いてもいいですか、これって使えるんですか。貸してくださいって言ったら外で使わせてくれるってことですか。え、あ、目の前の方でやらせてくれるんだ。めっちゃいいじゃん。ハンマーとかも貸してくれるんですか。あ、最高。めっちゃいいじゃん。だからこれ買うとね、いい値段するからね。重たいですから、ね。自分で持ってくるってなる。買ってくれた人にはこれ使わせるよって感じ。めっちゃ簡単ですね。ね、めっちゃ簡単だよな。ふもっとぱ行った時はやばかったもんな。めちゃくちゃ簡単。これいいわ。あとはやっぱりね、俺ね、何回もよく忘れない。虫除け。でかい。サラテクト。サラテクト。紫外線もあるじゃん。ココナッツのスビ。ね。めっちゃでかい。ウェバーとかに使えるじゃん。これじゃね、ファイアグリルのソロバージョンじゃないこれ。そうっすね。めっちゃかわいいやん。だよね。あ、売ってんだね、これね。かわいい。でも薪いけんな、これ。これ全然薪いけるわ。うん。ピコグリルとかとそんなに変わらないんじゃない。うん。これいいね、かわいい。いや、これ手ぶらでいけるね、ほんとに。最高で、ここで釣りもできるんですね。船虫、ここら辺に船虫、ここで釣りができます。ヘドロが釣れてるぜ。これ何者、変なものが釣れてる。で、この餌もついて2000円ですか。餌付きで1本2000円。すごい量ですね、餌。もう丸1日入れるぐらいの量。めっちゃいっぱい針ついてる。6個ぐらい、7個ぐらい。あ、巻きして。バーってさ、散らばるようになって、これ針切って根っこに仕掛けて仕掛けたから、周りに同じように巻かなければこいつに。なるほど。うわ、めっちゃ雨降ってきた。降ってきた。うわ、結構大粒の雨が降ってきた。いや、もう雨すぎる。すごい、これ映画みたいな景色ですね、本当。すごい。すごい雨降ってきた。え、マジっすか、マジっすか。見たい。あ、来てる。これなんすか。あ、釣れた。落ちた。え、焼かない、食べましょう。食べたいですね。あ、釣れるんですね、水たまり。飛行機も飛ぶ中、ほら重りがね、重りがなんかなんとなく重りの感触がありますからね。今釣ってきたアジ、可愛い感じのサイズだね。はい、小さすぎずでかすぎず。はい。ちょっと待って、胸取っていい？はい。いや、釣りたてですからね、早く食べたいですね。食べたいね。いや、まあ、ちっちゃいけど刺身でいいんじゃない？刺身にします？いや、そうですね。もう、あれ
ので、うん、あとは焼くだけ。今焼くだけど、はい、一応アラは大丈夫ですか。はい、火も出します。火も出します。そう、鱗とか多分本当気にしない、はい、全然どうでもいい、はい、いいけど一応食べやすいように鱗は取っておきましょう。鱗取るのはこうやってやると取れちゃう、今から何焼くんですか。先ほど釣り上げていただいたアジを。え、誰が釣り上げたんですか。トリちゃんです。トリちゃん、トリちゃんさんが釣り上げていただいた。あ、オッケーです。大量です。大量ですね。アジの上に乗せました。なんかいいですね、うん、これがキャンプです。キャンプか。美味しそうな音してる。香りもいい感じ。野菜で魚の匂いですね。食べれるんですか。これまだまだまだ焼き、まだ焼き始めたばっかり。負けないです。まあ多分釣りたてなんで。ああ、本当は食べれちゃう。生でも食べれるぐらいの生産ですけど。そっか、アレサキスとかここはアレサキスね。うん、どれぐらい。いや、すごいよね。すぐ釣ってたもんね。はい、うん、早かった。大雨の中、大雨やったね、さっきね。でも乾いてるけど、すごかったよ、さっきね。すごかったね。今日はもう、降ったりやんだり。じゃあ、こっち側、こっち側、すごいいい感じで。そうだね。ちなみに、小魚ならさ、小骨はそこそこあんねんな、これ。でも、これぐらいだったらもう、骨、ね、骨ごといけちゃうんじゃない。本当？じゃあ行ってみてよ。あんまよく噛めば多分全然大丈夫。俺怖くてダメなんだよ。じゃあ食べてみたらガブって。あー、いいじゃないですか。え、マジで半分ずつ。じゃあガブっていく。じゃあ、いや、見た目は雰囲気いいんだよ。見た目雰囲気、うん、一夜干しっぽく見えてきた。で、いい感じ。ただ、多分胸でかいっすよ、意外と。もうすごい、なんかめっちゃかけたね。何かこれ塩、塩と塩ですか。塩と塩と塩と。こいつをちょっと、じゃあサバ折り。サバ折りね。味ですけど。味折りしちゃうわけで。味折りしちゃう。味折りしてください。じゃあこれで、うん、半分こっちにしよう。で、なんか本当の味を教えてほしい。味だけに。本当の味。本当の味教えて。
ふわふわしてます。ふわふわしてね。ふわふわしてね。どんな味？味は味お魚の味する？お魚の味します。そうだね。骨は？このこといけんの？全然。あ、マジで？意外とそんなに分厚くはなかったんだ。そんなに太くないですね。あ、全然平気そうだね。尻尾以外全然。じゃあやっぱ自然で釣り上げた味食えるのはいいね。めちゃくちゃ新鮮な、新鮮です。あ、ほんと、いいね。普通に味で、あ、出れるくらい普通に味味の味今の本当に味だと思って食べてる？味だと思って味だと思ってね。うん、そっか、よかったね。美味しい。正直どうなの？美味しいの？生臭いの？全然生臭くない。美味しい。また食べたいなみたいな。ちょっと普通に、あ、もっと普通に魚食べたいなっていうのは。なんか一口っていうのは。ああ、まあ美味しかったってことだね。美味しかった。これはキャンプ場でさっき買ったウインナー。え、これ釣ったんじゃないの？これ釣ってないです。あ、釣ってないの？こうやってやってて、あー、ソーセージだったねじゃないですよ。あー、そうなんだ。買いました。でも美味しそうですね。現地調達ちゃんとしました。うん、あ、うまそうだねこれ。美味しそう。あ、めちゃめちゃ美味しそう。もう食べれるんじゃない？めっちゃ美味しそう。うわ、これは美味しそうだね。切っちゃいますか？あ、切っちゃいましょう。網の上で切っていい？あ、どうぞどうぞ。ナイフを借りていい？うん。あ、そうだね。ちょっと、おっと。おっと。今、火が上がりました。それだけ油がね、乗ってるんですね。はい。切れました。はい。もう食べていいんですか？食べましょう。はい。え、落とす、そこで。うわうわうわ、めっちゃ落としてるじゃん。この子たちは、うん、洗いの。洗うのね。ちょっと油も落ちてヘルシーな感じ。よく考えると、炊事場ありますね。砂ウインナーですね。出来上がりました、砂ウインナー。ウインナー、砂ちゃんと通りました。はい。どう？どうした、砂ウインナーは。ジャリッとします。ジャリッとします、はい、あ、しょうがないね。味はどうですか？味は美味しいです。最高だね。じゃあせっかくなんでね、ちょっとキャンプ場を一周してみたいと思います。はい、まずここは何でしょう。ここもなんか屋根があって、まあ、調理したり食べたりできるんですかね。はい、若狭公園キャンプ場って書いてます。で、ここがサイトですね。で、あそこが、あの、僕たちのサイトですね。タープが、タープ張ってますね。で、あそこが、炊事場。炊事場があって、ここにトイレが出ます。トイレ結構綺麗ですかね。それなりに、それなりに綺麗な。ここ炊事場で、で、水道があるのと、あとなんか椅子も、机と椅子もありますね。で、かまどもなんかありましたよね、かまどもね。なんかこんな感じで、かまどもあるから、これはなんか焚き火でやるんですかね、料理とかは。焚き火料理とかできるのかな。で、それがいくつかあるんですよね。で、こう、あの、区画はこういうちょっと木で仕切られてます。で、同じような炊事場がこっちにもありますね。で、飛行機、ね、よく通ります。飛行機の音が結構入りますね。で、ちょっと掃除用具とかも置いておきまして。で、またおトイレがあるのと、あっちにも炊事場があります。ちょっとここでね、くるっと。お、ヘビ。ヘビいるし。さ
蛇もいましたし、はい、区画すごいですね。これ埋まるのかな、土日とかだったら埋まるのかもしれないですね。そうですね、今日ちょっとね雨すごかったですからね。なんかちょっと向こう側になんか変わったものがありますね。かまどですかね。相変わらずこれもトイレですかね、はあ、トイレと炊事場がもう至る所にありますね。鳥も飛んでます、はあ、結構あのいろんな動物いますね。さっきもヘビいましたし、セミとかカナブンとかハトとか、ああえそうですね。でこれはかまどですね、多分ね。ここかまどっぽいですね。なんか単独のかまどここにあったり、これもかまどなのかな。なんかすごいかっこいいかまどがある。かまどっぽいですね。こう真ん中のモリモリは何？煙突ある。煙突いる？煙突？なんかいろいろありますね。いや今日はちょっとお客さんが少ないのでだいぶ動画は撮り放題ですね。またここにもありますね、かまどがあって、で奥の方は駐車場ですね。駐車場もありますね。駐車場もあって、ちょっとこんな大きなテーブルもあるので多分大勢で来る方は便利かもしれないですね。トイレがとにかくいっぱいあるんで掃除する人も大変ですね。こんな感じでだいたいこれで、まあ、一周してきたって感じですね。こんな感じです。ちょっとねこう高速道路があったりとか、あのちょっとビルが見えたりとか飛行機が飛んでたりとか、ちょっとね都会感はあるんですけど、ただやっぱり都心から近いっていうのがいいですね。であとなんか池もありますね。池もあります。これなんだ、何かいるのかな。あトンボがいるけど、あなんか金魚みたいなのがいる。ちょっと動画ではちょっと見えないか、あそこら辺とかもいるかな。なんか金魚みたいなのいるんだよ。金魚かな、あの赤いのは。金魚がいっぱいいます。そうなんかあの本当金魚すくいですくうような金魚がいますね。卵中とかじゃなくてちょっと育ってますね、あの金魚すくいの金魚よりはっていうのがいます。ちょっと動画では見にくいかもしれないですけど、こんな感じです。はい、というわけでちょっと一周してみました。夜暗くなるとこんな感じです。ちょいちょい街灯とかもついてるので明るいところは明るいです。で海の方に行くと夜景が結構見えて綺麗ですね。あっち側も結構割と綺麗ですね。最後ね、夜景を見て帰るのもいいんではないでしょうか。